い、皆さんこんにちは、おたみです。はい、この髪型皆さん見覚えありますでしょうか？はい、これは何かと言いますと、こちらです。はい、ムキムキネズミのニードルフェルトキット、こちらはですね、全集中店で4月に買って、早9月になりました。前半もね、はい、3ヶ月前に実は動画撮ってて、でそっからちょっとなかなか他のイベントが忙しくて、ちょっと全然作りきれなかったので、今回は頑張ってラストまで作っていきたいと思いますので、最後までご覧ください。早速作っていくぞい。パーツを作ることができました。これからちょっとこれをね、つなげていきたいと思います。ちょっと何個か指さしちゃったりしたんですけど、頑張ります。はい、ちょっと体と胴体くっつけてきたんですけど、ちょっと面白い感じになっちゃいました。はい、一旦今こんな感じです。今は、体のこれ模様を差し付けております。結構このね、ジグザグが難しかった。なんか自分でこう型がないんで、自分でこうずらしながらやるんですけど、これは今片側やってて、裏はちょっと鼻透け透けなんですけど、これを一旦やっていきたいと思います。なんかどう？まだちょっと変な生き物みたいになってるけど、どうですかね。なんとなく近づいてきたかな。ちょっとまだガリガリマッチョですが、はい、頑張っていきます。なんかちょっとセクシーネズミみたいになっちゃった。はい、もうちょっとつけていきます。はい、パーツをちょっとつなげてみました。はい、ちょっとなんか未知の生命体みたいになっちゃったんですけど、ちょっとね、まだこっち側、今筋肉つけ途中で、ちょっとなんか胸筋もつけたんですけど、ちょっとなんかセクシーなんかよくわかんない。はい、物体になりました。ちょっとここから耳とか、はい、もうちょっとつけてネズミらしくしていきたいと思います。はい、今筋肉結構モリモリにつけました。あとは尻尾もちょっと今くっつけました。どうですかね、この感じ。ちゃんとシックスパックになってますかね。あとちょっと背筋もつけたりとか、あとちょっと腕も少し筋肉つけてみました。はい、じゃあ次はもう顔のパーツですね。耳と、これが鼻とかです。はい、じゃあラストスパートをやっていきます。こんなもんかな、こんなもんですかね。なんか結構鼻長い、ツンってした感じになっちゃった。はい、鼻こんな感じです。次は耳つけていきます。いや、なんかやっとここまで来たなって感じ。結構長い道のりでしたね。なんか耳つけたらやっぱりそれなりに動物に見えてくるかな。ちょっと今までがかなり得体の知れない物体になったので、ちょっとこれで可愛さが出るといいな。いや、これ今日本当めちゃくちゃちょっと指刺しまくってるんですけど、本当気をつけてやんないと大変ですね。本当に血が結構出ます。初めてやる方も、お子さんとかと一緒にやる方もお気をつけください。本当に、あ、可愛いんじゃない。はい、では耳できました。はい、こんな感じで、今度は鼻先をちょっとここにつけていきます。これはボンドでいいそうです。ちょっとつけます。あ、くっつくのかな、これだけでボンドで。これずっと押さえてなきゃかな。あ、でもいけた。ちょっと鼻でかい。このあとはムキムキネズミ用シール、額
体当てと目とひげのテグスとあと鉢巻き、はい、つけたら完成です。これシールなので剥がれやすい場合はやっぱりボンドで貼った方がいいそうです。あ、かわいいもうかわいいよ。やっと生き物らしくなってきましたどう？ちょっと話した方がいい？はい、顔できました。あとは鉢巻き差し付けて額当て、あとヒゲだ、ヒゲ、ヒゲをやっていきます。はい、ヒゲカットしました。ここから刺繍針でここに通していきたいと思います。あ、通った。なんかおじいさんのヒゲみたいな感じこんなんでいいのかな。とりあえず全部通してからボンドつけよう。なんか強そう、強そうな感じだけどはい、じゃあラスト額当てを貼ったら終わりになります。やっとここまで来ましたよ。ちょっとね、額当てこう差し込んでる時に結構逆さにしたりするんで鼻が結構何回か取れちゃったんで、なんか鼻先からこの鼻の根元はなんか一番最後にやってもいいと思います。はい、ということで、はい、最後額当て貼っていきます。はい、できました完成。どう？かわいい？かっこいい？どうですかちょっとね、見本の写真がこんな感じなんですけど、見本の写真より結構なんかシュッとした、はい、イケメンネズミになったんじゃないでしょうかはい、こんな感じですね。はい、じゃあちょっと近くの全体像をお見せしたいと思いますので、どうぞ。はい、ということで全体像いかがだったでしょうか。初めてのニードルフェルトキットというものをやったんですけど、ちょっとなかなか指を刺しちゃったりして大変だったんですけど、はい、すごいやりがいがあったのでね、ちょっとやっぱ自分で作るから愛着湧きますね。ちょっとこれをまた連れてどっかに出かけたいと思いますなんか結構難しかったポイントは筋肉とかを後からつけていくんですけど、それが結構微調整が大変でした。なんかこの、わかります？この腹筋とか腕周りとかも最初ペラペラだったんですけど、ここをいかに筋肉にしていくのかとか、この背筋とかもちゃんとね作りました。はい、こんな感じで胸板、はい、背中にかけて厚みを出す感じ、あと柄か、はい、とかも難しかったです。あと手先とか足先とかちっちゃいところ、鉢巻きの結び目とかもすんごいちっちゃいので、なんかそれを丸めて差し込むところとかも結構ね大変でした。そんな感じですかね。はい、これから全集中展行かれる方とかね、もうご購入してる方とかもぜひご参考にしていただければと思います。はい、ということでぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしまーすじゃあねー。Thank you.